漢中杯に記された展示、お酒展示とは、指先の触覚により読み取る、視覚障害者用の文字である。平面から盛り上がった点を指先で読む平面から盛り上がった部分によって、文字、数字を表現する。通常用いられる展示は横に縦3の6つの点で、表された、ブライユ式展示が用いられ、考案者、ルイ・ブライユの名前から、多くの国でブライユは、 展示を指す言葉として使われている。近年、バリアフリー、あるいはユニバーサルデザインの一環として、展示の兵器が行われるようになり、代表的なものとしては、缶入りビールなどのアルコール飲料に、お酒、ビールといった表記が行われている。また、口述の展示に類似したトイレや、エレベーターなどにも展示がある。パーソナルコンピュータの周辺機器として、 展示プリンターや展示ディスプレイといった展示用機器で展示を表現するものがある。日本の著作権法第37条では公表された著作物であれば著作権存続期間中であっても、その著作物の展示による複製は可能であると定められている。展示に対して目の見える人が使う文字を墨字と呼ぶ。ルイブライユ、日本展示制定の地の非英語圏の展示は、 アメリカ式の表記など各自の体系があり統一されていなかったが、英語圏8カ国では宿約の一部廃止や記号類の変更などを行った統一英語展示がまとめられ移行作業が進んでいる。ここでは一般に使われている6点式展示を以下に紹介する。上記のように左側を上から1の点、2の点、3の点、右側を上から4の点、5の点、6の点、 として、点に番号を記し点のある場所を、ない場所を丸とする。なお、これは、読むときの形であり、点字筒等を使って書く際は、紙の裏から点筆を刺して記述するため左右が逆になる。金木号類濁音半濁音、陽音濁音、半濁音、陽音を表すときは、以下のようにそれぞれ濁音符、半濁音符、陽音符を前に置く。また、 用音に濁点が加わるときは、用音符と濁音符を重ねる。外来語の表記日本展示表記法では、外来語の表記の第1表、第2表に示されたかな及び、取り決めを行わない例として示されたかなに対応する展示表記が定義されている。エダンの開用音は、通常の用音の規則に従う。合用音などは、疑問符を前置する。濁音の場合は、苦点を前置する。 ただし空白は取り除く。死因の取り替えで別の行に入っているものその他、死因の取り替えについては、例えば、トゥは待機の死因とウダンの母音を持つが、その位置にはすでに待機弾のツがあるため、逆に空いている待機弾に置く。同様に、水は車行ウダの死と交換される。なお旧表記のトゥ、ドゥに用音を足したものが、現在も使われるトゥ、ドゥである。 数字数字は以下の数字を用いるが、これは金文字等と重複しているため、数符を前に置くことで表す。数符の後には、数字を4桁まで一続きで書くことができる。5桁以上の大きな数は万、億などを間に挿入する。また、数字の次に来る文字が、あ行ら行の場合は、第一つなぎ符を数字との間に置く。ただし、必要に応じて、 コンマ区切りの数値などは、クライドり点で表記する。アルファベットアルファベットは以下を用いるが、これは、金文字等と重複しているため、外字符や外字印用符を置くことで表す。なお、W だけが規則的な位置にないのは、ブライユ展示が考案された時点では、展示はフランス語でほとんど用いられない W を除いた25文字だけであるアルファベット1文字、あるいは略語などは、 外字符をその前に置く。大文字はその前に大文字符を置くが、すべて、あるいは途中から、すべて大文字の場合には、最初の大文字の前に二重大文字符を置く。英単語を表記する場合には、英単語の範囲を外人用符で囲む。外字符でも、外人用符でも、一続きの語中で、英語日本語と変化する場合には、その間に第一つなぎ符を挿入する。 その他上記の基本的な文字以外にも、数式や科学構造式、楽譜などを表現した専門的な展示もある。また、展示で漢字を直接表現する試みとして、六点漢字や八点式の漢点字が考案されている。わかち書き点字には、漢字とひらがな、カタカナの区別がないので、理解しやすいよう文節ごとに一文字分の空白を挿入する。これを、 分かち書きといい、点訳における重要な作業の一つである。また、長い複合語は、三拍以上の構成要素ごとに区切る。これを特に、切れ続きと呼ぶ。なお、段落は二文字分の空白で表す。実際の発音と、点字表記基本的に、点字は音に忠実に表記する。実際の表記は、概ね、現代金遣いに準じるが、書きの違いがある。 盲ろう者のコミュニケーション手段の一つとして、両手の人差し指、中指、薬指、計6本の指を点字の6つの点に見立てて、指で点字を打つことにより、意思を伝達する視点字と呼ばれる方法がある。視点字は、1981年に福島玲子が考案し、1989年にストックホルムで開催された第4回ヘレンケラー。 世界会議において英語発表が行われた。指点字は点字の規則に準じているが、会話用にカスタマイズされている。例えば、マス上げはなく、間を取る。や、などの符は省く、発音の点字を打つ。自分が誰であるか名乗ってから打つ。よく使う言葉は逆点字で、ショートカットが可能、などの喋り言葉ならではの規則がある。 視点字は数とに一人の意思伝達方法。互いに隣り合って、同じ方向を向いて通訳者は、盲ろう者の指の甲に、自分の指の平らを重ね合わせるようにして、点字を打つ方式が主流であるが、これに対し、互いに対面して通訳者の右手の指が盲ろう者の、左手の指の甲を打つ方式や、これと同じ互いの指の対応ではあるが、対面で、 指の平ら同士をダンスをするような格好で打つ方式がある。また、背後から首筋や背中などの体に指で展示を打つ方式もある。他に、盲ろう者のコミュニケーション手段としては手書き文字や触手話や指文字があるが、視点字はこれらの方法と比べて早く正確に感情まで伝達される特徴を持つ。また、 指先一本の中で6つの点を識別する展示と、異なり視点字は指ごとの識別の展示なので、展示を習得している人は、容易に視点字に移行でき、50歳を過ぎてから、盲朧者になった人でも、容易に習得ができるなどの優れた特徴を併せ持つ。しかし、手話通訳のように一人の通訳者で、複数人に同時に、意思伝達することができなく、一度に多くの盲朧者に、 医師伝達するには、盲ろう者一人に、視点技通訳者一人の環境が必要なために、多くの労力と経費がかかる欠点がある。このために、視点時は、優れた医師伝達方法にもかかわらず、すべての盲ろう者に、サービスを提供することは人手に限界があった。この欠点を解決する方法として、視点時の機械化が進んでいるものの、マーケットは、盲ろう者が、 日本で1万3000人と狭く事業家も困難を極めている。蒸気の方式としては、指コン、蒸気の左右の手を交差しない方式としては、指付き、蒸気の方式としては、入力が、視点時で出力が、代表展示のボディブレイルという製品名の視点あざき機がある。中でもイーグルタイプの指付きは、発話障害者の音声合成、聴覚障害者の筆談、 視覚障害者の読み書き記憶、死体障害者の文字決定発話総手段として、様々な障害者が健常者を含めて、互いに助け合う仕組みを築いた製品で、盲ろう者のマーケットを救う指付きには、自分の障害だけではなく、相手の障害を思いやる製品の設計思想がある。この指付きのような視点時の機械化により、視点時は、 すべての障害者と健常者をで結ぶ共通言語として普及する。展示ではないが、視覚障害者に対するバリアフリー、あるいはユニバーサルデザインの一環として、下記のような配慮が行われるようになっている。視覚障害者誘導用ブロック展示ブロックが最初に設置されたのは日本である。1965年に三宅誠一が考案し、 1967年3月18日に、現在の岡山県岡山市中区の国道を2 5 5号線、原尾島交差点に整備されたのが始まりとなっている。展示ブロックには2種類あり、進行方向を示す直線上の誘導ブロックと、危険箇所や誘導対象施設等の位置を示す天井の警告ブロックとがある。当初は、 展示ブロックについての統一された決まりはなかったが、2001年に日本工業規格により GIST-9251 が定められた。2012年にはこれをもとに国際規格が定められ、世界に広まることになった。自治体が従う規定としては、視覚障害者誘導用ブロック設置指針、道開設や道路の移動円滑化整備ガイドラインがある。 シャンプーとリンス等を間違えないように、シャンプー容器の側面に付けられた、洗浄の突起部分。この刻みが入った容器を刻み入り容器と呼び、刻みそのものは識別リブという。開発したのは、カオで、1991年7月に、実用新案を出願した。だが、その後カオは、出願を取り下げ業界各社に働きかけたため、現在では、 国内販売のほとんどのシャンプー容器に刻みが入っている。牛乳パック洗浄切りかき器 500ml 以上の屋根型牛乳脂パックは、開け口の反対側上部に洗浄切りかき器が1個、ジュースは2個ある。缶ビール缶入り種類への展示表示、シャンプー、リンスの識別も含め、JIS 規格で JISS0021 高齢者、障害者配慮設計指針を放送。 容器として2000年10月20日に制定された。日本銀行券の隅には凹凸があり、区別できるようになっている。ただし、実際には流通過程での損傷があったり、湿っていたりすると触覚では認識困難となるため、紙幣の長さを比較して、禁止の区別をする視覚障害者が多い。カードの挿入方向や表裏を区別できるように、プリペイドカードには切り欠きがある。 切り欠きが右側の辺の手前に来るように持った場合、上が表であり、左側が挿入方向である。テレホンカードは、線上、鉄道やバスなどの乗り物は三角、買い物用のカードは四角の切り欠きとなっており、種類の識別も可能。1996年には、自ス規格で標準化された、大和運輸が考案。黒猫山との宅急便にちなみ、カードの端に、 猫の耳を表す二つの連山形刻み目が付けられている。展示そのものはかなり普及してきている。ただし、視覚障害者がすべて展示を介するわけではない。展示を完全に使いこなしている人は、視覚障害者のうちの一部である。特に、後天的に視覚障害者となった人の中には、展示が全くわからない人や、読むのに時間がかかる人などが少なくない。 そのため展示だけではなく音声案内など他の情報伝達手段も重要である。ATM や自動券売機などでも展示に加えて音声案内機能を持ったものがある。一方で展示ディスプレイなどの展示電子機器類は高額なものが多い。近年では 3D プリンターを流用した展示の取り組みがなされている。ユニコードでは U プラス2800から U プラス 28FF までに展示記号が割り振られている。ユニコードのコードチャートのレイジアザ型では発点展示が示されている。しかし、6点展示がないわけではなく、6点展示として使用する場合は、一番下の2つの点は無視して、最初の64個のコードポイント U プラス 2800U プラス283回のみを使用する。点字機とは、 展示用紙を板に固定し、重ねて置かれた展示定規に点筆を当てて、紙の裏から展示を打ち込むものである。展示はタイプライターやデジタル機器の普及以前は、展示機を使って手書きするのが一般的であった。現在でも機器自体が安価となっているため、小規模な書類作成や展示教育の現場などでは使われている。標準展示用紙とも言われ、 日本では主に変形 B ご飯と呼ばれる日本展示図書館で販売されている展示用紙サイズは標準サイズが 258mm191mm、mm、寸長サイズは 270mm191mm、mm、となっておりこれは展示文書を作成後に糊などで製本するための糊代が取られているためである厚さは薄点、中点、厚点の3種類 紙質は一般の上質紙である。ブリスタ。主に盲ろう者向けの情報保障に用いられる。タイプライターといっても通常のもののようにキーが文字の数だけ並んでいるわけではなく、展示の6つの点それぞれに対応したキーが6つあるのみである。以下のような製品が主に普及している。パソコンの普及に伴い、展示文書作成もパソコンを活用することが一般的になってきている。 なお、右の写真にある、ブリスタは、ドイツのブリスタブレールテック社製で、テープ状のロール紙に展示を打ち出す、特殊な展示タイプライターである。なお、展示タイプライターは、複式機扱いとされ、消費税は課されていない。6点入力ボタン、展示モニター、無線 LAN 接続、USB 接続、Bluetooth などを装備する、展示 PDA が、開発実用化されている。 これによってメモを保存したり、メモリーに保存した原稿を元に講演したり、GPS 受信機を用いたナビゲーションに用いるなどの実験が実施されている。ゲームボーイアドバンスソフトのポケットモンスタールビーサファイアエメラルド及び、そのリメイクであるニンテンドー d 3DS ソフト、ポケットモンスターオメガルビーアルファサファイアのオフレの石室、砂漠遺跡、小島の横穴、古代塚、 ルビーサファイアのシステムを元にしつつゲームボーイソフトのポケットモンスター赤緑をリメイクしたゲームボーイアドバンスソフトのポケットモンスターファイアレットリーフグリーンの六の島の天の穴で日本展示図書館監修の下でゲーム内に展示が登場する作品世界の中では古代文字として扱われゲームに付属する展示表と照らし合わせて さながら暗号を解読するように謎を解く場面がある。この展示表には、展示の成り立ちと展示を通して、ゲーム内での発見を現実世界での発見につなげて欲しいという胸の作り手の願いもまた綴られている。ありがとうございます。